はい、どうも、すくさの岩野です。今回は LP 制作のプロ、深井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。深井さんね、めっちゃいいサービス僕、生み出しちゃいましたって言って、もう半年前ぐらいですかね、はい、おっしゃってくださって、そのサービスが最近めっちゃ売れてるらしいじゃないですか。おかげさまで、そうなのっていただいてる。いや、すごい。そのサービスについて、深井さんから直々にご説明いただきたいなと思って、はい、正式にリリースと言いますか、はい、今までは紹介だったりとか、外部のお客様に対して、深井が対応したものに関して提案してめちゃくちゃ受注率高いみたいな感じでそれいいねみたいな感じでおっしゃっていただいてステルスでやってたんですけど、はい、今回お披露目会というところで語っていただきたいと思います、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、どういう感じのサービスでしたっけ。端的に改善と LP 制作まとめてやりますよっていうサービス。珠玉の LP を完成させますと、はい、おっしゃる通りです。それってどんぐらいの期間でとか。はい、1年で最強の LP を作り上げる。しかも実質無料で。実質無料。 LP 制作は実質無料っていう形です。制作費の部分ですよね。はい。それどういうことですか。僕自身もともと LPO っていう文脈で、うんうんうん、LP 改善を得意とする LP 制作をやらせていただいてたんですね。でもやってきて思うのが、うん、LP 制作ってめちゃくちゃやってきたけど作って終わりっていうケースが多かったです。僕もプレイヤーでやってましたけど、はい、基本そうですよね、うん、そうですね。初手から完璧な LP を作ろうとするみたいな、その結果、まあ、改善に関して予算が詰めないみたいなのが超課題に思ってて、うんうんうん、改善ありきの制作じゃんっていう。おっしゃる通りです、はいはい、本編もそうですよね、はい、改善の方までやるってなると LP 制作費っていうところで見なされるので高くつくと思われがちなんですね、うん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 、改善費。結果として結局価格重視でコンペになりましたとか、 LP 制作の文脈で選ばれる機会って結構機会損失してるなと、うんうん、LP 制作をお願いしようとしてるのに改善込みで制作会社から費用が出てくると当然高くねってなっちゃうよね、うんうん、でもその時って発注者側からすると改善のそもそも脳みそじゃないから、はい、制作費ようこんな高い値段出してくるなみたいな感じで思われちゃうからなかなか通りづらくもあると。おっしゃる通りです。それおかしいよねみたいな話ですね、はい、これ何が問題かっていうところでいくと、うんうん、まあ、LP って作りきりじゃなくて改善前提で作った方がいいですよねっていうことなんですよね、うん、もちろん初動から CBR ある程度担保した上でっていうところはそうなんですけど、これはずっと思ってたところで、とはいえ通常の制作費用に加えて改善費用も別途かかるってなるとやっぱ心理的な負担ってかかるじゃないですか。だからこそ今回ですね、制作も改善も一緒くたにして価格的にも抑えられるようなプランをようやく作り上げることができました。それは私が勘どころあるっていうのは前提かもしれないですけど、めちゃくちゃいいと思います。とはいえですね、発注者さんからすると価格とどんな改善してくれるのみたいなのは当然気になると思うんですけど、はい、その辺ってどんな感じですか。価格に関しては12ヶ月年間で面倒見て60万からっていう形です。もちろん LP 制作費もまるっと作った上での費用です、うん、それ結構えぐくないですか。どういうタイムスケジュールとかもうちょい教えてほしいですか。はい、ざっくり制作費には2ヶ月かかりますか、はいはいはい、最初の設計からするのでそれぐらいかかっちゃうんですけど、うん、プラスその後の10ヶ月で毎月改善レポートを渡したっていう、なるほど、いただくっていうサービスです。なるほどですね。ちなみにそれ支払いとしては一括でみたいな感じなんですか。はい、一括もあるんですけど毎月5万円からできるっていうお財布にも優しいプランにしました。あ、分割払いみたいなのもできるようにしていると。おっしゃる通りです。それは新しく事業始めたいみたいな人にとってはめっちゃ嬉しいかもしれないですよね、はい、でそういうお客さんって実際当たったりします。もちろんです。なるほど、なるほど、はい、それは確かに嬉しそうっす。はい、あと、はい、僕気になったのは制約条件みたいなのってなんかないんですか。例えば僕が今思いついたので言うと、うん、クソ長い LP を頼んじゃったらいいじゃん、はい、みたいな感じで思ったんですけど、はい、そういうのどうなんですか。制約条件に関しては結論あります。よくあるのが外部カートを使った時の設定までだったりとか商品の登録までやってくれとかだったら追加費用いただきます、うん、とはいえ、はい、60万円からっておっしゃってたように、はい、例えば90とか120とかそういう感じでプランニングしてお出しするっていう感じですよね。おっしゃる通りです。なるほどなるほど、はい、まあ、基本的には本当60万円で、いわゆる普通の LP を作る場合は全然いけます。普通っていうのはだいたい長さとかで見るケースが多いんですけど、ピクセル数2万ピクセルぐらいとかですかね。結構長いんですけど、まあ、しっかりコンバージョンするものを動線から設計して作るとそれぐらい長さにはなっちゃうかなっていうところはあるので、まあ、そこはもう成果を出すっていうところで60万の中で作っちゃうって感じですね。なるほど。他なんかなんですか。あとはもうブレイクポイントが非常に多いものみたいなイメージですね。タブレットとかもあったりとかしたら無理。はい、 PCSP はいけるんですか。いけます。いけるんですね、はい、ただちょっと物によってしまうっていうのは大前提あるんですけど、まあ、そもそも PC と SP どっちも作る必要がないケースとかもあるので、うんうん、まあ、そこはちょっと要相談しながらっていう形ですね、うんうんうん、
ちなみにそれをもし深井さんが発注者側としてもしプレゼン受けた時って、はい、他なんか気になることってあったりしないですか？結構あるのはベラボーに安いケースとかは結局なんで安いのみたいなところで結局カスタマイズしていくと60万70万になってきますみたいなケースが多いなっていうのはいいし、はい、他の業者さんの場合だと、ね、初手で出してくる見積もりはめっちゃ安いけど、はい、君に決めたって言った瞬間実はこれが実はこれがみたいなのがあるケースも少なくないと、はい、おっしゃる通りです。確かに僕も見たことありますよ、はい、それは、まあ、あと制作会社にお願いするってなった時に原稿とか構成はこっちで用意してくださいみたいな、それって意外と手間だし発注側からするとプロじゃないケースももちろん多いので、うん、あくまで制作会社の感じではあるなっていう。原稿も作ってくれるんですか？あ、もう事前のどういう流入元からどういうコピーで刺していくかっていうところまでまるっとこちらでやります。それは正直言いますよ、普通の LP 作れます ECSP 行けますで、はい、60万円で普通の価格じゃんって思っちゃったんですけど、どうなんですか？ぶっちゃけ破格の金額ではあると思います。用意していただくものって基本的に商品詳細だけで、かついっすね。大丈夫なんですかそれ？大丈夫ではないです。ないんだ、はい、ただやっぱ成果を出すっていうところで、うん、今はこれでやらせていただいてるっていうところですね。でもとはいえ1年間の中で毎月改善レポートみたいなのが出されて、はい、その改善に対して実施する費用っていうのは、はい、当然そこも相場価格で実装費っていうのは別途頂戴するっていう形ではありますよね、はい、あ、おっしゃる通りです。これまた別の話なんですけど、はい、深井さんってその辺もチケット制にするとかして、はい、LPO で改善提案をして、はい、それにかかる実装費用とかデザイン費用っていうのを安くするための仕組みっていうのを作ってはったりするんで、はい、大丈夫かなっていう感じ、はい、なので一応そこだけはね留意事項としてあるんですけど、それにしても普通にランバルさんに作ってもらえるだけでも60万円、うん、僕の感覚で言うと安いんですよ。なんでそんなことしてんのかなと思いながら今聞いてるんですけど、一旦でもね需要があるのも当然みたいな感じで僕思っちゃったんですけど、他よくある質問とかありますか？はい、よくある質問はなんでこんな高いのとかは言われる、はい、知らない人からするとそうか。結構それはねシンプルに調査不足っす、はい、話5社に聞いてみてください、はい、安いんで。なるほど、はい、まさかでしたね。ネットに上がってる相場価格が30万とか40万とかが多いので、うん、まあ、それから見ると制作費としてね、はい、結局それも制作費として見ちゃってるっていう話ですよね、はい、おっしゃる通りです、うんうん、でもね結局どこの制作会社に頼もうが代理店頼もうが回収するときってちょくちょくかかるんですよ。それの時にわざわざ毎回見積もりもらってたりとかしたら、はい、向こうからするとコミュニケーションコストも乗ってくるんで、うん、そうなるとより高くなるっていうのが現実なんですよね、うん、1年経ってみてください。絶対こっちの方が安いんでっていうのはシンプルに僕が元プレイヤーっていうのも含めて思いました。ありがとうございます、はい、他なんかあったら、まあ、あと言われるのはテンプレート使ってやるのみたいな、まあ、ノーコードって増えてると思うんですけど、いい質問ですね、はい、一応ノーコード使わないです。使わないですね、はい、使うとしても、はい、コーディングのところで GPT 使って、はい、補助的に使っていくみたいな感じですよね。おっしゃる通りです、うん、基本的にはもうオーダーメイドで全てテンプレートとか使わず作成させていただいているって形です。ちなみにいわゆる LP って何個ぐらい作ってきたんですか？4桁いかないぐらい。改善まで含めると4桁はいってると思います。すごいっすね、はい、そんな人に設計のとこから入ってもらえると、はい、当然一部実装とかデザインとかは他の方の助力も得ながら進めると思うんですけど、はい、基本的にランマルさんの目が入ってない LP は誕生しないと。おっしゃる通りです。すごい。ここまで聞くとね、普段僕ね新しいサービスをお披露目するときってキャンペーンなんかないっすかって言うんですけど、今回キャンペーンなくしましょう。シンプルに深井さんのリソース問題っていうのが発生すると思うんで、20とか30とかいきなり来ても対応できないと思います。順番待ち状態になると思うんで、はい、でキャンペーンとかお値引きっていうのなしで応募をお待ちしたいなというところですかね、はい、ありがとうございます。概要欄の方に申し込みできるフォームのリンク貼っておきますので、僕が先生してもいいですよ。先生っつって言ってもいいですけど、めちゃくちゃ安いんで、深井さんがバグってるだけなんで絶対値上げすると思うんで、将来ぜひ今のうちにお問い合わせいただければなと思います。というところで、はい、深井さん結構来て大変になると思うんですけど、はい、頑張ってください、はい、LP オタクの深井さんでした、はい、ありがとうございます。